こんにちは。芸能ダッシュのキャスター、山田太郎です。今日は、人気アイドルグループキングプリンスのメンバーである、平野翔さんと流瀬、レンさんの間に確実があるという衝撃的な噂をお伝えします。この噂は、流瀬、レンさんが、自身のラジオ番組で、平野翔さんに対して、 もう一緒にやれない、と発言したことがきっかけで広まりました。これらの発言や行動から、二人の関係が悪化しているという憶測が飛び交いました。二人は以前から仲が良く、少礼という愛称でファンに親しまれていましたが、何が原因で不仲になったのでしょうかを次に、二人の過去を振り返ってみましょう。 平野の翔さんと長瀬廉さんは、関西ジャニーズジュニアとして活動を始めた頃から仲が良く、ファンから、少年という愛称で親しまれていました。二人はお互いに尊敬し合い、兄弟のような関係を築いていました。しかし、東京での活動が増えると、仕事以外ではほとんど話さなくなり、 目を合わせることもなくなったという二人。一体何があったのでしょうか次に、平野翔さんと流せ、蓮さんの不仲説が広まったきっかけや理由について見ていきましょう。平野翔さんと流せ、蓮さんの不仲説が広まったきっかけは、2015年に発売された雑誌、ポポロでのインタビューでした。そこで、 永瀬恋さんは、俺は章みたいに器用やないから正直羨ましかったし、悔しかった。勝手に悩んでしょうとうまく話せなくなった時期もあった、と告白しました。この発言から、ファンの間では、平野章さんと永瀬、恋さんが仲が悪くなったという噂が広がりました。実際に、二人は、 仕事以外ではほとんど話さなくなり、目を合わせることもなくなっていたということです。一体何が原因で、二人の関係に亀裂が入ってしまったのでしょうかう次に、平野翔さんと流せ、蓮さんの不仲の理由について見ていきましょう。平野翔さんと流せ、蓮さんの不仲の理由は、 お互いに尊敬し合うあまりにライバル心が芽生えてしまったことや、東京での活動になれないことでストレスが溜まってしまったことなどが考えられます。しかし、二人はその時期を乗り越えて、再び仲良しになることができました。仲直りのきっかけは、2017年に発売された雑誌、病状でのインタビューでした。 そこで、長瀬廉さんは、小離れをした、という言葉を使って、ヒラのさんと距離を置いたことを明かしました。そして、その後に、今はもう大丈夫、と付け加えました。この発言から、ファンの間では、ヒラのさんと長瀬廉さんが仲直りしたという噂が広がりました。実際に、 二人は仕事以外でも話すようになり、目を合わせることも増えたということです。仲直りの理由は、お互いに成長したことや、メンバーの支えがあったことなどが考えられます。長セレンさんは、蝶みたいに器用やないから正直羨ましかったし、悔しかったと言っていましたが、その後に、 自分の個性や魅力を見つけて自信を持つようになりました。また、平野翔さんも流せ、レンさんの努力や才能を素直に認めて応援するようになりました。そして、二人の間を取り持ってくれた高た橋海人さんや他のメンバーの存在も大きかったと思います。現在、平野翔さんと流せ、 レンさんは仲良し兄弟のような関係です。二人はお互いに尊敬し合い、兄貴分と弟分として支え合っています。また、二人は好みがよく似ているのか、私服やアクセサリーが被ることも多くあります。残念ながら、平野翔さんは、 2023年5月22日をもってキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所から退処することを発表しました。一方、長瀬、蓮さんは、高橋海人さんと二人で、キングプリンスとしての活動を続けることになりました。10代から一緒に歩んできた平野翔さんと長瀬廉さんは、別々の道を進むことになりますが、 それでも長年築き上げてきた二人の関係はこれからも変わることはないでしょう。平野翔、騎士ユータ、神宮寺ユータのキングプリンスだったいまで、残り一ヶ月ちょっと。現在、キンプリファンティアラは五人の姿を目に焼き付けようと、彼らの出演番組を熱心に視聴している。 キンプリが出演する音楽番組の入場整理券が、チケット売買の仲介サイトにて、超高額で取引されていると、一部ジャニーズファンが注視している。キンプリは昨年11月、メンバーの平野神宮寺が今年5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退社すると発表。 以降は、長瀬恋と高橋海との二人でグループ活動を継続するというが、このあまりにも突然の分裂劇に、ティアラは阿鼻教官となった。その後、一部ティアラの間で、事務所幹部との確執により、ヒラノラが対処させられるのではないか、といった疑惑が広まり、 事務所批判が加熱しました。2月に発売された5人体制のラストシングル、Life Goes On We Are YONG は、初週売上103.2万枚を記録し、初週ミリオン突破を達成しました。また、映像作品でも、1月発売の キングプリンスファースト DOME TOUR2022MR3 月発売のキングプリンスエーレナ t o u r 2 0 2 2メイドインが初週売上で50万枚を突破しビッグセールスとなりました現在ティアラは5人でのラストステージはどんな場になるのか 関心を寄せています。5月19日放送のミュージックステーションへの出演が発表されており、同番組をティアラのラストステージと見る向きもあります。4月18日放送の歌コンは、エムステを除いて5人がパフォーマンスを披露する機会として挙げられます。キンプリは、 NHK ホールで歌唱する予定であり、そこでの入場整理券が高額で取引されています。ジャニーズグループ、キングプリンス、野平野賞騎士ユータ、神宮寺ユータがグループを脱退するまで、残り1ヶ月余りとなった。平野と神宮寺は、同日にジャニーズ事務所を退所。騎士は、 主演映画 G メの公開が夏に控えているため、前出の二人よりも遅れての対処となる。高橋海斗が残ることになり、彼の涙にファンは感動している。高橋は4月首放送のおしゃれクリップに出演し、単独でのトーク番組出演に、いつもは後ろで聞いているだけのことが多いので、 怖いっすね、と語ったが、終盤で流せ、レンと二人で、キンプリの今後の目標を聞かれると、思わず涙が溢れた。高橋は、何度も目を拭いた後に、一人でも、多くのファンに会いたくて、大きなステージでより、多くの機会に会えればいいと思います、と語り、僕は、 メンバーたちが何よりも好きです。みんなが幸せに暮らせたらいいな、と願った。高橋が泣き崩れる様子に、金プリファンも感動して泣いてしまった。同時に、なぜ、こんなに、メンバーのことを思っているのにやめなければならないのか、どう考えてもおかしい。ジャニーズ事務所は、きちんと説明すべき、 という声も集まった。脱退発表は突然のものだった。2022年11月4日、ジャニーズ事務所は平野ら3人の脱退、対将正,正式に発表した。スポーツ紙の記者によると、発表当日の午前中から情報が広がっていた。